選手権で銀メダルを獲得、そしてついにオリンピックへの切符を手に入れました。コーチでもあるお父さんに一日遅れで最高のクリスマスプレゼントができましたね。 Representing Japan in the Olympic Winter Games, Yuma Kagiyama。 オールジャパンメダリストオンアイス、続いては3年連続3位表彰台、鍵山優真の登場です。4回転、素晴らしい高さと流れでしたね。滑り、もちろんこのスピード感素晴らしいものですけど、本当にそこに表現力が入ってきて、演技自体に迫力たくさん出てきましたよね。鍵山優真、今年の世界選手権でも3位表彰台に上っています。中野さん、はい、鍵山はさらに4回転に数を増やしたいという話もしていました。そうですね、本当にそういった意識から世界で戦っていくための気持ち、向かっていく姿勢、本当に試合を重ねるごとに増してきているんだなというのを滑りや本当に練習の行いから見ていても感じますよね。今年の世界選手権の銀メダリスト、鍵山優真。さあ、会場の手拍子に促されてもう一度リンクに出てきてくれました。ステップを踏んでいるのによくスケートが伸びますね。
コールに応えた鍵山優真です。鍵山優真さんでした。これから夢のオリンピックに向かいます。次はどんな成長を私たちに見せてくれるのか、本当に楽しみな選手です。こっちこっちこっちだよ。さてこちらキスアンドクライには演技を終えたばかりの川辺真奈選手、鍵山優真選手に来ていただきました。お疲れ様です。ありがとうございました。まずは川辺選手にとっては全日本初の3位表彰台となりましたが、どんな気持ちで滑りましたか？すごい緊張はしたんですけど、一番は強い気持ちでっていうのを考えて滑って、トリプルアクセルも強い気持ちでいけて2本とも決めれたので、すごい良かったと思います。はい、やはりそのトリプルアクセルについての声が多くですね、ハッシュタグスケーターとつながろうという企画で、まなちゃんのど根性を見たよ、泣き泣き泣き、トリプルアクセル素晴らしかったという声が届いています。どうですか？すごいトリプルアクセルを応援してくださる方がたくさんいるので、それに応えられてすごい嬉しいです。はい、本当に素晴らしかったです。そして鍵山優真選手は3年連続3位表彰台ですよね。これまでの3位とはまた違ったものが映りましたか？そうですね、もう今回は全力で滑ってその結果の3位なので、まあ、悔しいですけれど納得はしているので、また引き続き頑張りたいと思います。はい、この先にはオリンピックも待っていますからね。代表内定、本当にお二人ともおめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。川辺選手、オリンピックに向けての意気込みをお願いします。オリンピックではショートフリー完璧な演技ができるように、そして楽しんで滑れるように、それまでの練習を一生懸命頑張りたいと思います。そして鍵山選手はそのオリンピックというものが夢ではなく目標になってきたとも話していましたが、内定した今のお気持ちはどうですか？そうですね、まあ、頑張りたいっていう気持ちが一番と、オリンピックでは自分がスケートが大好きっていう気持ちを存分にアピールできればいいなと思います。本当にお二人とも頑張ってください。楽しみにしています。お疲れ様でした。ありがとうございました。